世界地図に対処値を示した地図を重ね合わせた地図。道場、極点を反転させた地図。対処値は地球あるいは他の天体上である場所とは180度逆に位置する場所である。地球においては俗に言う、地球の裏側である。対処点とも言う。数学では三次元のいわゆる玉以外の抽象的な球面に対しても対処点という表現を使う。 なお、対象点は誤りである。対処の足裏は足裏を意味する語である。したがって、対処とは足裏を対するという意味で、すなわち正反対を意味する語である。英語のアンティポードはアンチとポージの合成語で足を対したところを意味する。日本で足裏を書と読むのは漢用読みであり、本来のカノンは石である。本では 特に断らない限り地球の対処地について記述し、地球を玉で禁じする。北極点と南極点は互いに対処地である。ただし、北時局と南時局は地磁気が磁気送局子として対象でなく、対処地からかなりずれている。日本に対するブラジル、上海に対するブエノスアイレスなど。上海は北約30度、東経約120度に、 位置するのに対して、ブエノスアイレスは、南位約30度、西経約60度に位置するので、互いに正反対となる。日本、韓国、中国、台湾、香港、マカオ、北朝鮮、モンゴル、ロシアのシベリア連邦管区南部、極東連邦管区南西部から南部、フィリピン、グアム、北マリアナ諸島、パラオ、ミクロネシア連邦、ベトナム、ラオス、カンボジア、 タイ、マレーシア、インドネシア、シンガポール、ブルネー、東ティモールなどでは、一般に対処地、地球の裏側という場合、ブラジル、アルゼンチン、チリ、ウルグアイ、パラグアイ、ボリビア、ペルー、エクアドル、ベネズエラ、コロンビア、ガイアナ、スリガム、ギアナなどを指す。南西諸島の内沖縄県は、日本国内では、唯一の県内全部の陸地の対処地が全部、 陸地である。沖縄県の西部の陸地の対処地は、パラグアイの領土で、沖縄県の東部の陸地、それに、鹿児島県のトカラ列島とアマミ群島と、草垣群島、東京都の沖ノ鳥島の対処地はすべてブラジルの領土にあたる。また、スペインやポルトガル、アフリカのモロッコの対処地はニュージーランドにあたるため、スペイン、ポルトガル、イギリス、フランス、アイルランドなど、 ヨーロッパ西部やモロッコでは対処地アンティポードというとニュージーランドにあたりオーストラリアも含めて指す場合が多い。またニュージーランド南東部のアンティポデス諸島はグリニッジ天文台の対処地に近いことにちなんだ名称である。対処地同士では緯度は北緯と南緯が逆転し、経度は180度をずれる。地球中心を原点とした。 直行座標を考えると、X、Y、Z はいずれも反転している。対処点同士の地平座標を考えると、上下、東西は完全に反転しているが、南北は完全に同じ向きである。東西が反転しているため、東から日が昇るとき、対処点では西に日が沈むことになる。上下は反転しているので、太陽が出ていれば対処地では、太陽は沈んでいる。 それに対し南北は同じため、太陽が成虫しているときは対処地でも成虫している。ある地点の対処地はそこから最も遠い地点であり、その距離は地球半周分である。なお、対処地との直線距離は地球の直径で、これも最も遠い。また、どの方角にも地球を半周すれば対処地に到達する。そのため、対処地の方角は定義できない。 ただし、航空路線として、対処地同士を結ぶ場合には、偏西風の影響を考えたルート設定が行われることもあるでは、ニューヨーク行きでは、偏西風の助けを借りて、アジアアラスカ方面を飛行していたが、シンガポール行きでは、最短距離に近い北極ルートが採用されていた。対処地同士では、気候と昼夜が互いに正反対になる。例えば、中国での1月は真冬であるが、 アルゼンチンでの1月は真夏にあたる。日本で真昼の時、ブラジルでは真夜中にあたる。ある時点からどんな方角に向かっても対処地に着くため、ある時点から発せられた電波は、その対処点ではどれかの経路によって通信可能である確率が高く、一般に不安定な単波通信としては比較的には安定である。これを対処点効果と呼ぶ。対処点効果は、 電波以外でもあらゆる波に起こる。地震が起こると対処点周辺では強い揺れが観測される。巨大クレーターの対処点には地震波や衝撃波が集まったことによる対処点地形が誕生することがある。吸収などのない理想的な状況ではエネルギー保存則より波のすべてのエネルギーが対処地に集まり対処地での波の強度は波源での強度と同じになる。 その後、まるで対処値が励んであるかのように、波は対処値から再び広がることになる。地球は完全には玉でなく、南北に潰れた回転楕円体であるため、対処値に関する法則の一部は厳密には成り立たない。玉では、どの方角に出発しても直進するだけで対処値に到達するが、回転楕円体では南北と、 ほぼ東西の4つの方角に向かった場合の未対処地に到達し、他の方角ではわずかに外れてしまう。またその経路の長さも一定ではなく、南北では短く、東西では長い。南北の場合の距離は4、5千個の全長で約2万4キロメートルとなる。東西の場合の距離は地点によって、代わり簡単には計算できないが、対処点同士が赤道上にあるときは、 赤道の長さの半分の約 237km 万37キロメートルで最長となる。例外は北極点と南極点で全ての方角に対して同じ約 24km 万4キロメートルで対処点に到達する。任意の立体図形においては表面をたどって最も遠い場所が非直感的、非自明な場合があることが知られている。オタリのアリの問題を参照。ありがとうございます。